なったな。なんか木がいっぱいあるんだよこれ。うん、ちょっと虫おるけど、いや、体が濡れた。まだ先も行けそうやけどな、ちょっと行ってみるか。そこはそこでいいかもしんない。昭和橋よりちょっと下、え、ちょっと下っていうのかな、下流。ああ。いやでも気持ちいいなここ。いいね、ここ広くて。できるわ。ちょっともうちょっと先も行ってみようか。あと木もあるんだけど、そこに太いけど、スウェーデントーチができるぞ。
な。バードウォッチング。ここでやるのありかな。水が増えたら困るけど。先か、工事やってんのは。これはここでありですよ。そこでやってんな、それ。
なんだこと。川には入れないけど、これなんていうんだっけ、これはため池じゃなくてなんていうんだっけ、結構来るな車。結構車来るね。あれは工事かな。じゃあここでやろう。相模川、昭和橋のちょっと下、下流。大体どの辺だこれ。今の位置ここかい。紙なんだっけこれ。昭和橋と猿ヶ島の間。よし。今日もタープ履くよ。上越の河川敷ね、今日はね。はい、スタート。はい、塩ね、塩とごま油、こいつで食おう。焼けた。レバー。うん。
なんかな。あっ、まあ、ここだよね。そうだ。おしゃおしゃ、お湯が沸いた。やった、あったかいのが飲める。急に寒くなったね。さて、よいしょ。相変わらず風強いんだけど、よいしょ、おりゃ。どうだ。わあ、いいじゃないの。はい、ちょっと勉強さ。うん、熱々だ。うん、うまい。もつ煮ってのはね、やっぱ翌日だよね。事前に仕込んでくれる方がいいと思う。うん、うまい。うん、ああ、あったまるわ。自然の中なんだけど、なんか自分の部屋みたいな感じ。いいわ。うー、風がすげえな。よいしょ。ここに入ると風しのげるけど、まあもう寝ようかな。
なった印、はい、明るくなってきたわ。6時前、5時53分よいしょ。そう、気を、まだ月は光ってるけど、こっち真っ暗やもんな。コンソメ1袋とサバ缶水煮をこのままドバッと。水はちょっと少なめ、いつもより。この水があるからよいしょ、はい、でちょっとほぐす。サバはほぐします。ああ、ちょっと多かったかね、水で。昨日のこれお菓子のあの、なんだっけ、山椒ピーナッツかの鷹の爪、これはいろいろ使える。これでしばらく浸そう。ふう、やっと火がついた。凍ってる。タープの内側の結露も凍ってた。うん、今溶け始めてるけど、凍ってるもん、氷だもん。ほら、氷。日が昇って暖かくなってきた。さて、ちょっと見てみようか。結構今日は曖昧やな。水ちょっと多めだから、まだ早いと思うんだよね。どうかな、中身チェック。全然全然だな。さあどうだ。もうちょいかな。もうちょい、もうちょい。もうあと2、3分。よいしょ。はい。朝飯。いただきます。さあ、どうだ？うん。これサバだからね。うん、味いいわ、ピリ辛。うん、うまい、うまい。やっぱうまいわ。テントはびしょ濡れだから、もうこのまま荷台に乗っけて後で乾かす。よし、忘れ物はないかね。よし、